圧倒的ブル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 、ウィース、こんちゃがです。今回ですね、見てください、このクエスト。これね、どうやったらできるかと言いますと、この新しいアカウントで、クエストって持ってるキャラのクエストしか出ないんで、例えばシェリー1匹しか持ってなかったら、全部クエストがね、シェリーだけになるんですよね。あとクエスト、解放されてるモードもそうなんで、例えばバトロワしか解放されてなかったら、バトロワのクエストだけしか解放されないっていうことで、こんな感じでめちゃくちゃ偏ったね、クエストになってるということなんで、これをね、一気にクエストクリアしたらどこまでいけるのかということで、今回検証していこうかなと思います。そして何より一番忘れてはならないのが、こちらのダブルトークンですね。こちらの前にコンテンツクリエイターコードガンですね、これをゲットしておくとトークンが2倍になります。やっていきましょう。さあ、ダブルトークンでどれぐらい得してるかっていうと、ビッグボックス2つ引くのに60エメラルド必要なんですよね。で、ダブルトークンで、40エメで1000トークンもらえるんで、ビッグボックスが2箱。なんで20エメ、ビッグボックス2つ買うなら、エメが20個分安くゲットできますよ、ぐらいの感覚ですね。で、この辺は全部野良の敵なんで、とりあえずこれね、最初にクエストゲットするときに、ダメージクエスト、そしてキルクエスト、あと回復クエストがあるんで、これちょっと9分取りまくって、ちょっと毒キー突っ込んで回復しに行きましょうか。それで行ったら多分一気にクエスト回収できると思うんで、とりあえずこれ見たことない景色、さあ行ってきますと。 OKOK、これで、上味方が倒してる。うわ、ちょ待ってよ、やらせてや、そこはえぐい5ページもあるんだが。はい、というわけで、まあ、30分ぐらいで、ブロスタバ31まで来ました。無事、イブをゲットできるレベルまで来たということで、皆さんもね、サブアカウント作るときは、あんまりキャラをゲットせずに、モードも解放せずにね、こんな感じでずっと貯めといたらクエスト回収が楽になるんで、ぜひ試してみてはいかがでしょうか。ということで、今回ご視聴ありがとうございました。